日本茨城県つくば市、小田小田は茨城県つくば市にある地名。郵便番号は300-4223。つくば市の北部、つくば地区に位置する。小田城跡がある。東は土浦市、西は北大田、君島、南は大杉、玉取、北は北条、大和田、山口に接している。小田は鎌倉木から見える地名である。 日立国筑波軍の内中世を通じて、小田氏15代の拠点となった地。南北朝以降には、小田氏の動向とともに資料に多く見えるようになる。南北朝騒乱を通じて、小田氏の経済的基盤は動揺し、政治的にも、佐竹氏に守護職が与えられるなど弱体化が認められる。また、関東管領上杉と宗の圧迫があり、戦国期に入ってからの小田については、 ほとんどが、小田氏の攻防戦に関するものである。1569年小田氏を寒がて社坂の合戦で、佐竹氏に大敗し、小田城は佐竹氏の支配下に入った。江戸期から1889年にかけて、小田村と呼ばれていた。筑波軍の打ち始め佐竹市領。1603年幕府領。1608年大見高島半領。1616 16年旗本。 横山氏の地行。1698年からは土浦半寮。小田城は佐竹氏国替え後に破却され、堀は水田となり、城石の一部に陣屋が作られた。1803年、桜川に小田菓子が作られ、土浦へ年貢や農作物を運んだ。寺社は、曹桃州、龍マサル寺のほか新言州長久寺、道園樹院、浄土州下脱寺。 オ津天皇宮、天馬天神宮などがある。文化面においては、関門神学が普及して1794年に、神学校舎の人身者が成立した。小田村出身の農政学者、長島上信は、農村改革と検知、測量に貢献した。1889年4月1日、町村制の施行に伴い、小田村、北大田村、小和田村、山口村、 平沢村、下大島村、大型村が合併して、筑波郡の自治体名、小田村が発足した。この際、平沢、山口、大和田、小田、北大田、大行、下大島の7つの村が、旧村名の大和座として継承された。1955年2月1日、小田村は筑波町の一部となり、町村政治の7つの大和座は、同町の大和座として継承された。 1918年には、国鉄常磐線土浦駅と水戸線岩瀬駅を結ぶ、筑波鉄道が開通して、日立小田駅が開設された。1987年3月31日、筑波鉄道が廃線されるのと同時に、日立小田駅は廃止された。現在、筑波鉄道跡は、茨城県道505号桜川土浦、板子自転車道線として利用されている。 1988年1月31日、筑波市と筑波町が合併し、筑波市大技小田となる。筑波市は2009年度から7年間かけ、発掘調査成果をもとに、城石中央の本丸跡とその周辺を、中世の小田城を体感できる移行復元広場と案内所からなる歴史広場として復元整備をした。2016年9月9日、筑波山地域は、 ジオパークに認定され、小田はこれに含まれている。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。